見て見て見て、かなでちゃんとさ、まふゆちゃんが話してるんだけど、これ。ほら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 。ちょっと見てみる？あ、まふゆって、家事得意？いや、なんか喋れて。さあ、本日はですね、ガチャ引いていきたいと思います。でね、39枚ね、なんか、ミクの日みたいな感じでもらったんで、こちらをね、紹介していきたいと思います。カラフェスが今来てたりするんですけど、このあんちゃんめちゃめちゃ可愛いよね。いやね、トウヤくんとかもね、めちゃめちゃね、このね、イラスト最高なんだけど、ちょっとこちらはね、引かずに、エナナンのね、バースデー、エナナンのバースデーガチャが控えてるんで、今回、チケットの方を引いていきたいと思います。これですね、ミクの日祝いキャンペーンガチャ。まあ、正直言うと、このガチャ引くの忘れかけてました。まあ、ガチャ詳細見ていきましょうか。まあ多分、通常キャラがいっぱい出ますよ。いっぱいっていうか、通常キャラしか出ませんよ、みたいなガチャだとは思うんだけど、聞きたくない言葉でも、この初音ミクの、ビビバスのバージョンが出てくるみたいですね。あ、なにこれ？ちょっと待って。換気扇の上乗ってんだけどね。これ大丈夫これ大丈夫かな？俺がこれさ、街中でさ、再現しようとしたら絶対おじさんに、こら、お前なんかそんな換気扇の上乗るな、ガキみたいな感じで絶対ね、叱られるよね。まあ、とりあえずね、ガチャ詳細こっちでしたね。まあ、確率 3% の、でね、俺ね、エナナンが好きだからエナナン狙いたいんですけど、0.025 なんですよ。もう誰が当てれんの、こんな確率っていう確率なんで、まあ、今回、まあ、エナナンも一応出はするから、狙いはするんだけど、まあ、被りをね、ちょっと。かぶりを狙って、メロディーをね、集める回収をね、かけらをしていきたいと思います。かけらをしていきたいと思いますって何？さあ、引いていきましょうかね。でもね、ミクの日ガチャだから39枚っていう中途半端なさ、数くれたからさ、ありがたいんだけど、なんか、引きづらいよね。9回分さ、あれなわけでしょ？なんか、引かないといけば、引けないわけでしょ？単発で。いけますよ、とりあえず。ミクの日応援キャンペーンから行けちゃうから行きまーす。はい。まあ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 、ああまあ、ああどうだろう。まあ、まだね、土台がね、虹色とかだったら、割とね、チャンスがあるみたいな。ああ、ダメっぽいね。ミクちゃん今回ね、今日は働いてくれるかな。今日の俺のミクちゃんは、なんか嫌な予感する。スキップしていい？せーの。はい。ああ、まあ、案の定。ああ、でもニューだ！え、ニューなんだけど、ポップアウトステッカー。お、かっこいい。なんか、髪留めの数すごいな。まあ、10連目はね、爆死っていう結果にはなってしまったんですけど、まあ、りんちゃんね、ニューの来たから、マジで普通にそれはね、嬉しかったですね。行きましょうか。はい。本当に来て！あー、待って、嫌な予感しかしないんだけどね、ねえねえねえ。肩に乗ってるのが01ってのかね、未だに俺ね、これ解明不能なんですよね。どういうことなんだろうね。なんか新品のじゃがりこ買ったけど、本数1本しか入ってなかったみたいなことで、01なのかな。絶対違うね。じゃあ引いていきますよ。はい。いや、土台がね、虹あー、待って、やだなー。やだだ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 。お願い。あー、まあ、金がいっぱい来てはいるんだけどね。うん。まあ、金はいっぱい来てるんですよ。あー、みろりちゃん、みろりちゃんね、みろりちゃん、みろりちゃんね。はい、みどりちゃんじゃないよ。みのりちゃんだよ、みんな。みんなが一番わかってるって。いきますよ。はい。なに？え？待って。星さんかな？星さんかな？イラスト的に星さん。あー、でも、哺乳だこ、哺乳。哺乳って何？はい、引いていきましょう。30連目ですね。なんか今日の俺の実況、ちょっと癖強いな。いきますよ。はい。お願い、お願い。あー、待って、やだな。やだな。もう、なんで来ないの？来ないの？いきますよ。はい。いや、でもさ、やっぱ止まると嬉しいね。ニューだとさ、やっぱ止まるじゃん。その感覚がやっぱ嬉しいよね。4じゃなくても。どうだ？あー、最低保証ね。まあ最後ちょっと飛ばしていきましょうか。あー、なんだこれ。なんかよく、あー、チンクルチューン、普通にチョコボール食べたい。さあ、あとはね、1重連引いていきましょう。まあこれはちょっとさすがにね、あんま期待できないんですよ。あ、なーなーさあ、もう一回引いていきましょう。ミクちゃんね。ん？あ、ルカちゃんかな？あー、ハートのルカちゃん。あー、蝶々でしたね。ハートではなかったですね。ちょっとガンガン引いていきましょうか、もう最後はね。まあ多分出ないよね。あー、かなでちゃんね。かなでちゃんめちゃめちゃスタンダードなかなでちゃん出たな。なんか久々見た気がするんだけど、このスタンダードなやつ。いきますよ。まあこの辺はちょっとね、あんま期待できない気がするんですよね、どうしても。なんだ？あ、かなでちゃんだ！やば！このイラスト好きなんだよな。普通に嬉しいわ。嬉しいんだけど持ってるからね。嬉しいって俺言うけどめっちゃ持ってるからね、これ。いきますよ。はい。あー、まあそうだよね。来ないよね。ミクちゃんお願い。お願い、今回だけ。今回だけダメだよね。
ご卒業おめでとうございます。お願いお願いお願い、本当に、あー待ってやだ、はいはい、実況下手くそになってる。あ、真冬ちゃん、やば、2号率高い、これはやばいかもしんない。いいんじゃない流れ、あとの3回、星音のエナナン3体出る、もしかして。いきますよ、はい、お願い。あーまあそうだよね、出ないよね。いやなんか嫌な感じで終わるんじゃないこれ動画。大丈夫、なんか全然盛り上がりにかけるけど、盛り上がりにかける、料理にかけるじゃなくて盛り上がりにかけるんだけど。いきますよ、はい、お願い。あーやばいってね、なんか毎回俺はーとか言ってんだけど、リアクションが全く同じなんだけど、待って、ええこれ虹じゃないよね。あーまあなんか騙し打ち食らったみたいになった。ミクちゃん悪くないからね、俺が勝手に勘違いしただけ。赤、その傘に欲しい、ちょうだい。まあ最後の1枚になってしまったんですけど、まあこの1枚っていうのは今まで俺が実況ねしてきて、動画いろんな動画出してきて、もうこのチケット1枚のためにめちゃめちゃ頑張ってきたんですよ。なのでここでね星4を決めれないような実況者はもうね引退しなくていいよ、お願い。これにかかってます、俺の全てが。はい、お願い。まあ最後見ていきましょうか、どなたが出たんでしょうかね最後は。はい、最後の方は、この方は俺の全てのかわいいけど金魚、え全然言葉出てこないんだけど。